こんにちは、 FMT 整体の柴田ゆりえです。今回は手指の痛み、腫れ、変形、しびれを緩和する前腕ストレッチを紹介していきます。今回紹介するストレッチは軽度な手の症状であれば緩和される可能性もある効果的なものですので、ぜひ無理のない範囲で行ってみてください。まず手の痛みやしびれといっても様々な種類や状態があります。代表的なもので言うと腱鞘炎や手根管症候群、ヘバーデン結節など、これらの症状で FMT 整体に来院される方も多いですが、皆さん共通していることの一つが前腕、この部分ですね。この前腕の筋肉の緊張です。私たちの手の指は指だけで動くわけではなくて、前腕の筋肉が動くことで指の曲げ伸ばしができます。しかし私たち現代の生活は手を握る、この縮める動きがほとんどで、開くということをあまりしないことで、前腕の特に内側の筋肉が過度に緊張し、手や指のトラブルにつながっていることがあります。なのでいつも使っている動き、この縮める動きとは逆の動きをしていくことで前腕の内側を伸ばしてあげましょう。それでは一緒にストレッチを行っていきます。今回の前腕ストレッチは基本的にどこでもこういったですね、平らな場所があれば行いやすいですが、今日は机でね、見せていきたいと思います。また今からお見せしていくんですが、このストレッチはですね、痛みを無理して行うと逆効果になってしまうことがありますので、必ず痛みのない範囲で行ってください。痛気持ちはちょっとやりすぎだぐらいでね、思っていただくとちょうどいいんではないかなと思います。気持ちのいい範囲で行っていきましょう。まずですね、この机など平らなところに手をついて、指がしっかり伸びる角度を作ります。肘と指がしっかり伸びて、手のひらが机にぴったりとつくような形を作ってください。これ前腕の硬さによってはですね、このしっかりとこう体重がね、乗せられる方もあれば、この状態だと指が浮いてしまうよっていう方はちょっとね、自分の体を後ろに引くなどして、自分の指がしっかりと机につく、手のひらがしっかりとつく、肘が伸びているという角度をですね、探してついてください。この状態が作れたら、もうちょっと硬い方はね、少し腕が伸びている感覚出てるんじゃないかなと思いますが、痛気持ちはやりすぎなので、ギリギリ気持ちがいい、ちょっと伸びてるなっていうところで留めていただいて、その状態で伸びているところをですね、吐きます。20回ほど羽で撫でていくような感じで、柔らかく柔らかく、ゴシゴシしないでください。撫でていきます。張り感が出ているところを20回ほど撫でていきます。今回この角度でお見せしましたが、余裕がある方、この状態だとあまり伸びを感じられないよっていう方、柔らかい方とかはそういった状態があるかもしれません。その場合はですね、徐々にこうやって手首をこう返していく、くるんとひっくり返すような形ですね。90度横に向けたり、180度後ろに向けたり、こういったことで形を作っていきます。これ無理をしてやるとこの方がですね、よく伸びるんですけれども、こうなるとこうやってね、指とか、手のひらが浮いてしまうようであれば、これはやりすぎですので、浮かないところまで戻して行いましょう。でだんだん柔らかく、これ習慣で続けていると、だんだんとこうやってくるんとね、180度返す、これでも指が浮かないよっていう状態が作れるんじゃないかなと思います。でこれでもね、全然余裕ですっていう方は、ちょっとこう体をね、後ろに引いて、指が浮かないギリギリのところで撫でていきましょう。でこれ最初から無理をすれば良くなるというわけではありませんので、自分が無理なく行えるところ、ギリギリのラインのところですよね、その痛いと気持ちいいの間のところでできると、早く良くなっていきますので、徐々に徐々に無理なく行っていきましょう。目指したい位置としては、今私手首ですね、これ90度より後ろにちょっと行ってしまってますけれど、こうね、ちょうど90度、手首の角度が90度くるんと返したところで、90度ぐらいですね、目指せると理想的です。とにかく固まっている方、今何か症状を抱えている方はね、ここまでも行くの辛いという方もいます。無理して行うと逆効果になりますので、気をつけて行ってください。
今回紹介したケアは、手を使った後やお風呂上がりなど時間を見つけて行っていただくとおすすめです。手の筋肉がですね、固まりすぎていると、このストレッチ痛くてなかなか行えないという方もいらっしゃるので、無理して行わないでいただきたいですが、お風呂の中で温めながら行ったり、お風呂上がりに行っていただく、その場面だったらできるという例もありますので、無理のない範囲でお体に合わせて行ってください。手や指の症状は普段の習慣の積み重ねで起きてきます。今回のケアも積み重ねることで症状の緩和や痛みやしびれの予防になりますので、ぜひ取り入れてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。